はい今ちょっと白湯を冷ましておりますまあ多分ちょっと飲んだらねもうあのショルも終わると思うんですけどはいえー、っとね今日は何の話をしていこうかの今日なんか新しく発表されたこととかありましたかあったかなちょ全然ツイッターをチェックしてなくて <laughs> そう たまごっちのああなんか出るねモルカーのやつモルカーモルモットカーモルカーモルカーモルカーあしどっちで言ってたか忘れちゃったよ <laughs> ああはい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 乃木坂に越されました放送が一旦休止になったの発表されたんですね 今日は何の話をしようかいのああ結局昨日満月見れなかったんですよね見れなかったというかちょっと見に行かなかったというかねそうまあでもちょっと月見大福食べたのはちょっとまず良かったですねそう最近ちょっと和菓子にはまってて大福をねちょっと食べてます、ね、1一日一個ですが 今日は食べてないんですけどそう月見バーガーと月見パイは絶対に食べますもう絶対に食べるもう絶対に食べるもう絶対に食べ <laughs> もう決めてますはいもうね絶対に食べてやると思ってますから バーガーも食べたいけどさニューのやつも食べたいからさどっち食べればいいかわかんないんだよねそう去年はあの月見バーガー逃したんですよ月見パイは食べたんですけどあのー、でもバーガー新しいんでるのって初めてだっけどうだったっけ初めてではないのか 多分私バーガーをそんなに食べないからさもうどっちかしか食べれないんだよ今年まあでもやっぱ食べるとしたらニューかなええー、でもあーつみバーガーまあでも多分ニューです食べるのははい マックシェイクは飲んでないんですよてか飲まないんですよねマックシェイクとかそう全然飲まなくって飲んだことがないんですよでもなんかマックフルーリーとかめっちゃ気になるんだけどねマックフルーリーだっけ飲んだことないんですよでもなんか話はあのマックじゃないんですけどハーゲンダッツの何だっけクッキーバニラなんだっけなんかそんな名前のあるじゃんあれめっちゃ気になるんだよね なんか基本的に私甘い飲み物飲まないんですほとんどジュースも最近飲まなくなっちゃったんですけどなんかフラペチーノとかあと何があるっけあと何があるっけフラペチーノしか出てこなかったそれやっぱマックとか あのー、スタバスタバかスタバの名前がマジで出てこなかったスタバとかで出てくる甘い飲み物本当に飲まなくてうーんそうだからねマックシェイクとか飲まないんですよシェイクって飲み物 <laughs> 今思ったんだけどシェイクって飲み物なのかなポンジュースうんぶっちゃけもうねジュース飲まないの水しか飲まなくて最近はそうなんですよ と水しか飲んでないです最近ジュース最後に飲んだのいつなんだろうっていうぐらい結構前ですねうんそう。 ああ、そうね。紅茶最近飲まないね。なんか、たまに飲んでたんですけど、紅茶。え、本当に、ジュース最後に飲んだのいつだっけでも半年は飲んでないと思うんだよね。それは言い過ぎでもジュースはほんとオレンジジュースしか飲まないんですよね。オレンジジュースが一番好きだし、オレンジジュース以外はほに飲まなくて。なんかそうだね。多分、オレンジジュース以外飲んだことあるの。 リンゴジュースとブドウジュース飲んだっけぐらいですねそうなんかもう本当にオレンジジュースしか飲まなくてなんか愛媛県民だからとかじゃないんですけど全く普通にオレンジジュースが一番好きみたいなオレンジジュース以外考えられないみたいな感じだったのでそうはいマジでね アセロラドリンク初めて聞いたや <laughs> そう本当にに、まあ、ヤクルトとかはね割と飲むんですけどそうヤクルトみたいな感じのとかは結構飲むんだけどねそう本当にジュースカルピスとかもそんなに飲まなかったのカルピスってジュースでいいのかなそうだねカルピスも人生で何回飲んだ多分10回も飲んでないっていうぐらいに なんかそう飲み物は特にねなんかあの好き嫌い好き嫌いというかあの食わず嫌い的な感じのがすごくてオレンジジュース以外本当に飲みません私はみたいなそう炭酸飲まなそうなイメージあーまあ炭酸苦手ですからねそう一時期なんか三ツ矢サイダーの炭酸をちょっと半分ぐらい抜いて飲んでたことあるんですけどそう はーいそうねオレンジジュースも飲んでないね最近はでも絶対私はもう果汁100%ですそうそれはもうこだわりですね果汁100%が一番好きだし果汁100%しか飲まないそう 牛乳は絶対飲みませんね牛乳は苦手なのでそうよいしょとトマトジュースはもうね飲んだことあるかあるっけっていうレベルでわかんないんだよね覚えてない1回ぐらいだけ飲んだことあるコーラはねもう飲んだことないに等しいと思いますはいなんかちょびっと飲んであダメだ,だって思ってやめたんで なんか、サイダーの方がどっちかちょっていうと飲んだことあるんじゃないかな。サイダーサイダーだっけあうん、サイダーだね。サイダーの方が飲んだ回すごいもん。2回ぐらいは飲んだ。そうですね。コーラ味のガムはめっちゃ好きでした。コーラ味のグミとか。まあ、あんま関係ないんですけど。そう。 ラムネ飲んだことないんだよね多分なんでなんだろう買う機会がなかったねあのラムネはめっちゃ好きなんですけど飲むラムネは全然飲んだことなくてそう食べるラムネは大好きなんですけどねそうなんか飲むラムネ買う機会なかったんだよね なんか知んないけど謎だうんあジンジャーアイルも飲んだことないなんかねよくやっぱさあの最近はさできないけど前はイベントの時とかに。 大体イベントあのイベント前日は大体メンバーでご飯食べるんですよでそしたらなんかいあ一定のメンバーは絶対ジンジャーエール頼むのねジンジャーエールだよねうん大丈夫大丈夫ジンジャーエールだよね ジジンジャーエーエ、ね、そうで「あなんかジンジャーエールとかあるんだへえ」みたいな一定のメンバーとか「絶対このメンバーはジンジャーエールなんだよな」みたいなメンバーいたんですよ最近はちょっと分かんないんですけどそうでも「へえジンジャーエールとかあるんだ」みたいなでも興味はなしみたいな感じマックのマックでご飯食べる時は そうですねドリンクはもう私は草原美茶ですはいでもそうなんか「え飲んでみたい」みたいな飲み物に関しては割と興味を示さないと思うのであんまりそうなんか「飲んでみたい」みたいな全くならないからそのジンジャーエールもね飲もうとも思わなかったねはい でも私がよく知るそのジンジャーエール絶対飲むよねこの子っていう子たちはもう卒業したんですけどオレンジジュース最後に飲んだので覚えてんのがさすがにもっとあとあるだろうって思うけど広島ツアーの時ぐらいなんだけど絶対もっとまだあるんですよオレンジジュース飲んだ機会って。 でも思い出せないんだよねマジでスタバ全く行かないね行ってもご飯しか頼まないからねなんかティッシュとかワッフルとかパンしか頼まない絶対もっとさオレンジジュース最近最近というか飲んだんだけど本当に思い出せないのよ マジで思いい出せないなんかそうだねでもほんとオレンジジュースなんかなんだっけえー、っとねたまーにさあのなんかメンバーでなんかご飯食べるときにその、ま、イベント事があった後ととかにねあの。 のあの飲むっていうことはあったんですけど最近はそういうのがあってもやっぱこのこのご時世なので、まあ、一緒にご飯っていうのもないしそうなるとやっぱジュース飲む機会ななんてほんとないわけですよ私自分でジュース買わないし家にも私が飲まないからジュースあんまないんですよね。あ物産館の撮影で飲んだね。 確かにそれは飲んだけど、それよりあともう本当に覚えてないね。さすがに飲んでないっていうことはないと思うけど、まあ、マジで思い出せんね。うん。マジで思い出せんな <laughs>。はい、ということでね。じゃあ15分経ったので、飛行機の中では何飲むの、うん、水か、でも寝てます。大抵寝てる私。 もういいららないから特に飲み物もう寝たふりしてるだいってもう自分で持ってるからいいやみたいな感じでね薄やピってなってますねそうでもなんかファンの人は絶対何か頼んだ方がいいよって言ってたから大体そういう時は水頼んでる、うん、たまにリンゴジュース頼んだかな一回うわ覚えてないわ そうはいということでね起きたら付箋が貼ってあるそれは JAL さんですね JAL さんは貼ってますよねあ寝てた私っていつもなるはいということでじゃあギフト読みますねえー、っとはやちゃんさんレインボースターアーティーさんがアイスクリームと栗はるにゃんさんがバラ 桃の天ぷらさんがハート百個ですね。ありがとう。井田裕之さんハート。玉国さんハート。あくは広島県民さんハート百個ありがとう。はるにゃんさんハートありがとうございます。十三位から。十三位キャトルさん。十二位ソランさん。十一位 t. K. H. K. G. さん。十位海指さん。九位井田裕之さん。八ロミツさん。七井哲さん。うん。 てるね、6位ものさるさん5位カラスのカわコさん4位夏目さん3位玉国さん2位アーテーさん1位がはやちゃんさんでしたはいということでね今日も見てくださってありがとうございましたまた明日おやすみなさいまたねありがとうございましたおやすみ